吉祥院多門寺は、兵庫県神戸市北区、有野町唐別にある新言宗の寺院。三号は、六甲山。本尊は、秘仏美沙門店、吉祥店、前西道寺。前立本尊は、美沙門店である。この寺は、インドの都来像、報道千人によって、高徳天皇の頃に開かれたと伝えられる。その後、 後輩していた寺院を858年高野山の、そう、朝鮮アシャリが復興した。仮覧は、元は、現在地の東南にある小寺山にあった。1180年に、平清盛が神戸の福原に遷都した時、京都の倉間山ににして、都の鬼門方向を守る寺院とした。寺両船長部を与え、倉間、八瀬、大原から人々を移住させたために、この、 カラビツ地区には近代まで他とは異なる独特の風習が伝わっていた。自称、樹英の乱の際、源義経が妻の一の谷を攻めるとき、多門寺がその道案内を断ったことを理由に焼き払われた。その後、廃墟になっていたのを1462年古事山から現在地に移転、再建された。現在の本堂は1690年に、 呂縁が建て直したものである。かつては毎年2月11日に催されるお父さんは盛大に行われていた。このお父さんをはじめ、唐ツの村を取り仕切るのは四木屋であった。四木屋は遥か昔、縁の行者の命によって奈良県吉野郡天川村道川からこの唐ツに移り住んだと言われ、唐ツ村と西六甲の山を管理し、 同時に、六甲修元の山伏たちを管理していた。六甲ひの地神社六甲山山頂尾根付近の行画岩、雲が岩、六甲ひの地神社、新行岩を奥の院とする。雲が岩で、報道千人が修行中、紫色の雲に乗った、微車門店と出会った、と伝わる。AB 有馬ま第三小寺院、有馬まぐ上、1929年9月10日。 445ページ、2014年1月22日閲覧。有馬郡、唐つ村、有野村、大和から唐つ北神戸歴史の道の村あなた諸神戸、新聞総合出版センター間六甲資源道の概要ルート。ありがとうございます。